どうも、もう高井です。要点読み上げ動画を、室温が10度起きるまでになんとか終わらせたいなって話をしていました。で、今の進捗率どれくらいなのか。ルーズリーフ26枚まとめ、撮影で終わったのがルーズリーフ22枚分です。つまり、進捗9割以上なんですが、なんでそんなに時間かかるのっていう話です。はっきり言って読み上げていくと、 最初ってなかなかうまく読み上げられないんですよ。もしかしたらうまく読み上げる天才がいるかもしれません。ただ私はそんな天才ではない。何回も何回繰り返し読み上げていって、で、流暢に読み上げるのに日をまたごと平気で見ます。4分ぐらいの動画、つまり4ページ分くらいの動画っておよそ、まあ、かかるともう1週間ちょっと超過しちゃうかもしれないっていうぐらいは私は下手くそです。で、2分くらいであれば1日2日で終わることもまああります。 なので、ペイ室にして4枚。その4枚であればおそらく1週間ちょっとで終わるんじゃないかな。ただ本日に至るまで室温が10度を切っちゃってる時ありました。9点のこ度ですね。もう歯をカタカタと震わせながら読み上げてました。でもまあ、室として、うん、これくらいであればなんとか9大点っていうところまでなんとか読み上げてたんです。で、今後とも、 特に今回の場合は月末付近になったらパソコンもガタガタ来ているので買い替えてそこから動画編集開始ですね。なんとか読み上げ切りたいなと思ってますね。今後ともよろしくお願いいたします。チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。